村井長代文政10年10月26日は、加賀藩年寄り、輝か村井屋第八代当主。父は、加賀藩年寄り、村井長隆。子は、村井長道。通称は、岸郎、兵部、又兵。署名は、長将。郷早や労働。官位は、十五位下、文を守る。本生は、兵士。家紋は、丸の内上和町。安永五年。 加賀藩年より、村井長隆の子として、金沢に生まれる。関西二年、父の死去により、家督と、治療一万六千五百国を相続する。年より、金沢城代、勝手方主付、産物方主付を歴任した。関西九年、藩主、前田成長と意味長一児同君であることから、長の字は、先祖、村井長よりが、主君、前田利長より賜り。 代々通り事としている者として、使用許可を求め、許される。文化2年、加賀を訪れた、形成家、海保制領の教えを受ける。文化10年、父と同じく、産物型しつけとなり、藩の財政危機を打開するために、特産品の生産を奨励した。文化11年、産物型廃止。文政元年、買って型しつけとなり、藩財政を主導する。 再び産物足し付けとなる。この頃、上方の加賀義塗り上げ不信が問題となっていたが、新たな市場として、需要の大きい江戸での販売を開始した。文政四年、十五位下、文を守に助任される。文政五年十二月、藩主、前田成康家徳相続の御霊言状の際に、江戸城で将軍、徳川家成に拝越する。 文政10年10月26日没。去年52。法号は聖、ことぶき寺子、千長代大古寺。墓所は石川県金沢市の大山墓地。家督は着南の長道が相続した。野郎堂金府野郎道虫府野郎堂牧府など、動植物図鑑を編纂している。奥郎道の号は、五階から藩主。 前立名乗りに切腹を命じられた藩主サザ主伝の貧しさから雨漏りする屋敷に住まいながらも主家に大事が起こった時に備え、武具と軍資金を用意していた逸話に長尾が感銘を受けたことによる。サザ主伝が切腹したのは長尾の祖父、村井親町の大の村井屋屋敷であった。ありがとうございます。